よりにもよってあの馬を取られるなんて。あんた助けてくれないか。馬を盗まれちまってな。毛並みのいい白い馬だ。くそ、すでに買い手がいるのに。なあ、あんた頼むよ。馬を取り戻してくれないか。泥棒は関所の方に逃げていったが、詳しい居所は分かんねえ。早くしねえと他のやつに売られちまう。盗んだ馬とも知らずに喜びやがって。あの馬商人もバカだよな。あいつやってやる。うわ！
った。いやあ、いらっしゃい。もう帰るところですが、気になる馬があったら遠慮なく言ってください。毛並みのいい白い馬をつい先ほど買いましてね。値は張りましたが、いい馬でね。気になりますか？どうです、白い馬買いますか？本当にいい馬ですよ。ああ、道理で。あんな男がこんな立派な馬をといぶかしんでいたところでした。お代は結構、持ち主の元へ返してやってください。この子を見れば愛情を持って育てられたのがわかります。例に珍しいバグをやるよ。あんたの馬につけてやってみてくれ。きっと似合うぜ。お気軽にどうぞ。良い馬を連れていらっしゃいますね。いかがでしょう、やぶさめをやっていかれませんか？やぶさめとは、馬でかけながら弓で的を射る伝統的な修行です。古臭い修行だなどと申す者もおりますが、霊の道を絶やさぬためなくしてはならないものだと思っています。貴殿もぜひ共に精進しませんか？拙者は小笠原清兼、小笠原流弓術の師範をしております。やぶさめを通じて侍としての礼節や心の持ち方などを広めたく、時折こうしてお見かけした方をお誘いしているのです。ご案内します。どうぞこちらへ。
お疲れ様でした。弓を射る瞬間、あらゆる雑念を払うことができれば、より上達することでしょう。誰か腕に覚えがある者はおらぬか。ほう、貴殿、なかなか準備は良いか。では始め。もっと鍛えねばならぬな。誰かあいつを。あんた、そこのあんただよ。頼みてえことがあるんだが、悪いやつを懲らしめてがっぽり儲ける。興味はねえかい。俺の金を横取りしやがったクソ野郎がいてな、そいつがこの先の空き地にいるのを見かけたんだ。礼はするからよ、そいつを痛い目に遭わせてくれ。さすが、俺が見込んだやつだぜ。てめえは何でこんなところにいるんだよ。おい、誤解だって。悪いのは俺じゃねえ、そいつの逆恨みってやつだ。あの時
見逃してくれたじゃねえか。わかるぜ、俺に生かす値打ちがあるってことだろ。だからよ、今度は手を組んでみねえか。味方にしたら頼もしいってところを見せてやるぜ。おお、本当か。旅は道連れ、世は情けってね。頼むぜ。三下にやられてたまるかってんだ。それよりやっぱあんた強えな。面白い。でかい山があったら呼んでくれ。飛んでいくからよ。じゃあな。